漫画、忍者ハットリくんや怪物くんなどで知られる藤子不二雄 A 原作のブラックユーモア漫画、笑うセールスマンの舞台化作品、笑うセールスマンザステージが4月より上演されることが決定し、俳優の佐藤隆志が主人公、モグロ福蔵役で主演を務めることが分かった。1968年に読み切り作品、黒いセールスマンとして誕生し、連載がスタート。1989年に笑うセールスマンとして1話完結のオムニバス形式でテレビアニメ化され、モグロの不気味なキャラクターと決め台詞、ドーンが話題となり、深夜アニメにも席割らず、子供から大人まで大人気となった。2017年にも新たなテレビアニメが放送された。そんな笑うセールスマン初の舞台化となる本作。主演はミュージカル「刀剣乱舞」シリーズの歌手清光役、ライブスペクタクル「ナルトナルトのうちはサスケ」役など俳優として様々な舞台をはじめドラマや映画などでも活躍中の佐藤。全身黒ずくめで不気味な雰囲気を漂わせるモグロの不気味さの中に滲むかっこよさを佐藤が音楽に乗せてスタイリッシュに演じる。演出はダンスカンパニーコンドルズの旗揚げメンバーであり、舞台、パタリロシリーズなど 2.5 次元ミュージカルでも独特のセンスで笑いを追求する演技が高い評価を受けている小林武史作が務める。佐藤のスタイリッシュなモグロ福蔵と小林の軽妙な演出でどのようなブラックエンターテインメントが繰り広げられるのか期待が高まる。舞台、笑うセールスマンザステージは4月23日から5月3日まで、東京、品川プリンスホテルステラボールにて、5月7日から10日まで、兵庫、アイア 2.5 シアター 4B にて上演。